ミスターマイアミさん、マイアミのハロウィンいかがお過ごしでしょうか。速稼塾の声でございます。今回メッセージいただきまして、まずはね、クレジットカードの件なんですけども、クレジットカードはね、あんまり作りすぎない方がいいですね。私はむちゃくちゃ作ってますけども、まあ、それでもね、カードを作りゃいいってもんではないんですよ。大事なのはカードを作ったことを人に伝えていくってことなんですよね。私はちょっとね、その辺を速稼塾始めた頃はよく分かってなくて、カードをねたくさん作っちゃいました。で、今7年間にわたって作ったカードがあれだけですんで、実はね、あとね倍ぐらいあったんですけども、どん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 こう解約していったんですよ。で、やっと今このぐらいの量になりました。このぐらいの量ですね。はい、まあできますけども、あんなに作らない方がいいと思います。で、しかも一度には作れませんから、数年であの枚数になったってことですからね、緩やかに増やしていったわけです。しかも法人を複数持っていて、あの枚数ですから、実はそんなに多くないんですよね。はい、それでですね、今回、2つのことをお伝えします。1つはですね、やっぱりね、セールスを先にしていった方がいいです。で、私のことを振り返ってみると、速稼塾を始めてすぐにこの自己アフィリエイトを教える方法っていうのを売ったんですよね。これ19,800円で売りましたね。速稼塾で、自己アフィリエイトの方法を50人の方に売ったのが、私がね、インターネットで自己アフィリエイトっていうのを知って35日の間にです。35日の間に50名の方に、喫茶店で対面だったりとかね、それからセミナー会場でっていうのもありますけども、自宅でっていうのもありますけども、とにかく50人の人から19,800円ずつもらったっていうのが最初の35日目までなんですよ。で、合計でね、値引きもしてましたんで、80万円ぐらいの現金を私は手に入れたということになります。その時にやった私の自己アフィリエイトの件数っていうのは、5件ぐらいですよね。5件ぐらいしかやってないんですよ。で、あと、動画の本数も10本ぐらいしかなかったです。で、私はセールスを先にやったんですよね。そういう意識があったわけじゃないんですけども、早くお金が欲しかったんでね。早くお金を稼ぐ経験がしたかったんで、で、お金が稼げましたよっていう経験をまた売れるかなと思ったんでやってました。だからずっと自己アフィリエイトね、2ヶ月も3ヶ月もやるっていう暮らしもしてませんし、動画をずっと2ヶ月も3ヶ月も撮り続けるってこともしてません。まずは人に商品とかサービスを売って、そしてその人からお金をもらうというね。ビジネスっていうのは目の前の人からお金をくださいと、目の前の人にお金をくださいっていうことの連続ですから。だからね、ビジネスで行き詰まってる人とか、ビジネスで売り上げ上がってない人って、目の前の人にお金くださいって言ってないんですよ。それ以外ないんですよ。お金くださいって言わないと払ってくれる人いませんから。いくらですかって聞くの待っちゃダメだし、あなたはどんな商品持ってるんですかって聞くの待っちゃダメなんですよ。こういう商品があるから買ってください、5万ですって言わないといけないんですよ。簡単でしょこれ。だからこれを家族とかね、お友達とか仕事関係の方に言うしかないんですよ。だからね、関係の薄い人に言ってもダメなんですよ。濃い人から順番に進めないといけないんですよね。それをちょっとね、分かっていただければなと思います。そして2つ目なんですけども、ハロウィンですよね。マイアミのハロウィンってどういう感じなのかなって興味あるんですけども、今日はね、そういうことを言いたいわけではなくて、十数年前だと思いますけども、ハロウィンの時に銃殺されたね、そういった少年がいたと思うんですよ。少年というか20歳前後の男の子がね、確かこれ日本からの留学生かなんかでホームステイされてる方で、ハロウィンの時に仮装した格好であるお宅に、ね、トリコアトリートって言ったら、家から出てきた人がダーンと撃ったっていうみたいなね。で、撃った人に聞いたら、ちょっとうろ覚えなんですけども、ギャングが来たと思って怖かったんで撃ったっていうふうに言われてたんですよ。でもハロウィンの時期にそういうことって起きるのかなって思ったのが一つと、あとね、ハロウィンにかこつけて誰かをこうね、意図的に殺すような、そんな悪い人もいるんではないかなと思っちゃったんですよ。この辺の、見解ね、事件のことを覚えてらっしゃったら、もしくは思うところがありましたら、いただけたら幸いでございます。それではハロウィンお楽しみください。